はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、権現です。それではレンタヒーローの実況の続きをしていこうと思います。今ねボブ爺さんを探してるんですけど、なかなかいないですね。オフィスじゃなくて街中にいるんですかね。まあ、ちょっとねくまなくいろんなビルを回ってるんですけれど、なかなかそれらしい人がねいないんですよね。ここはなんか普通に応対してくれますね。何かご用でしょうか。ボブ爺さんを探してますじゃあ3階にも行きましょう。今回で見つかるかな。おおじいちゃん、何でしょう、何かご用ですか。ボブ爺さんかこれ。違いましたねわからないぞ。ふう、電池がね残り1個しかないんで、ちょっと買いに行きたいですよね。実はここは何でしょう、何でしょうあ、ジェイクカンパニーですね。じゃあほとんど全てのビルに行っちゃったのかな。ここ行きましたっけ。すいません、ちょっともう一回話を聞いてきましょうかね。ここは行ったかな。関係なさそうかな。あ、やべ、ちょっとちらっとね3階に行って、特に怪しい人がいなさそうならば出ますか。じゃあ1階ですね、とりあえず。やっぱりオフィスにはいなくて普通に街中にいるのかな。ちょっともう一回ね、あのバンドマンに話を聞いてみますか。バンドマンというか元バンドマンの社員ですね。なんかヒントかなんかくれないですかね。どうも。特にセリフに変化はありませんでした。サラリーマンに変身するっていうのは、普通になんかスーツかなんか買えばいいんじゃないかななんて思うんですけど、そういうわけにはいかないみたいですね。じゃあ最後の電池使いますか。女の子がいて、ゴーストビルがあって、わかんないな。俺はボブなんて名前じゃないよと。お、殺し屋。おわ、銃撃ってきた。怖え。やべ。うわー、すげえ。マシンガン撃ってきますからね。恐ろしいな。あ、やべやべやべ。死んでしまう。
あ、やられてしまった。そんな。お金は64。厳しいな。なかなか厳しいな。レンタヒーローもね、結構楽じゃないんですよね。ちょっと、グッズリバーに行く前に、マクタに行ってですね、電池をね、買ってこようかなと思います。おぉ、恐ろしい街だな。結構強いなぁ。うまくね、銃を持ってる人と戦えないんですよね。あれ、店、まずね、お金を下ろしましょう。そう、結構ね、お金貯めたんです。2万ゴールドぐらい貯めたんですけどね。さっきね、引き落とされちゃったんで。このくらいでいいかな。1、2、3、4、5、6。もういっか。じゃあグッズリバーに戻りましょう。結構ね、あの電池代がかかっちゃうんで、仕事をしてね、お金をもらっても必要経費がねかかっちゃうんですよね。ボブじいさんはバンク、銀行にはいないかな。お、なんか怪しいおじいさんが左の方にいましたね。ちょっと行ってみますか。駅のこっち側かな。いた。お、いた。いかにもわしはボブじゃが。探しましたよ、ボブじいさん。ほう、ジョニーの知り合いかね。何？サラリーマンに見えるには、見えるように変装をするには、どうしたらいいかじゃと。うん、教えてください、おじいさん。それには、わしの情報や七つ道具の一つを使えばよいじゃろう。情報屋さんだったんですね、ボブは。ボブじいさんは。これは他人には絶対貸さないんじゃが、ジョニーの知り合いなら仕方ない。お。わしがいろんな会社に忍ぶ込むときつかっておる変装セットじゃ。持っていけ。お、ありがとうございます。変装セットを手に入れた。さすがな、ボブじいさん。ジョニーにまた一杯やろうって言っといてくれや。なんか渋い、渋いおじいちゃんですね。おわ。なんだこれ。痛い。お、ジャンプもしてくるのか。怖いな。ちょっと距離を取った方がいいのかな。あ、違うな。先手必勝みたいな感じ。そうでもないな。うわ、やばい。やばいやばいやばい。死んでしまうぞ。こんな感じで戦えばいいのかな。ああ、やられてしまった。またか。治療費を払うとお金半分減っちゃうのかな。なんかそんな感じですね。まいったな。ですので結構ね、お金を引
き出したら全額使っちゃう勢いで、まあ電池なりね、何なりを買った方がいいのかもしれないですね。なかなか難しいな。じゃあね、変装セットを手に入れてましたので、もう先のね、ジェイクカンパニーに行きたいんですけど、いた。まあ、ナイフ使いとかだったらね、ジャンプキックで応戦できるんですが、銃はちょっとね、まだ戦い慣れてないので、結構やられてしまうことが多いです。ジェイクカンパニーはどこでしたっけ？ここかな？うん、じゃあさっきのね、ジョニーに会いに行きますか。ボブとジョニー、かっこいいな。ジョニーいた。へへ、変装セットを手に入れてきたな。だがそれだけじゃまだあの社長を騙せねえな。そうなんだ。どうだい、1000ゴード払わねえか、いいもん売ってやるぜ。いいえ、人の親切は素直に聞くもんだぜ。あ、1000円かかるんですね。もうめんどくさいな。じゃあ1000円下ろしますか。なかなかお金がかかる仕事ですね、今回は。あ、そうだ、賞金稼ぎ通貨いた。この人であと500貯めますか。その方が結果的に安上がりかもしれないですね。あれあれ、よし。結構時間かかっちゃうかな。やばい、黙ってしまった。結構まあ実況外でね、あのこの勝負してくれる人とはもうそれこそ何十人もね戦ったんで、あんまりねダメージを受けることなく倒せると思うんですけれども、もう一発、よし。ふう、大変だなこの仕事は。あと3回くらい？危ない。結構ねこの人も気抜いてるとダメージがでかいんでね。危ねえ。よし、危ない。マジンダス Z を飲んで、もう一勝負だ。よっ、何かこうパターンがあるわけではないんですよね、この人も。で、当たり判定もよくわかんないんで、とりあえずジャンプキックでね、応戦するって感じなんですが、やっとね、1000ゴードまで溜まったんで、早速ね、ジョニーになんか売ってもらいに行きましょう。何くれるんですかね。
変装セット。カツラかなんかかな。じゃあ売ってください。あ、社員バッジ。なるほど。これはうちの会社の社員バッジだ。変装してこのバッジをつけりゃバッチリ。バッチリうまくいくぜ。おっと、ダジャレか。社員バッジを手に入れた。OK。じゃあ変装をしますか。じゃあこのエレベーターの影で。まずね、変装しましょう。怪しい。それと、社員バッジですね。背広に社員バッジをつけた。強さは、まあ、そんなに変わんないのかな。そんなにっていうか、全く変わんないんですね。よし、これで、悪徳社長のところに、行きますか。どう出ますかね。社長、お話が。ん？君はうちの社員だな。見ない顔だが、ひょっとして新入社員か。そうです。この度御社に入ることになりましたゴンゲンです。よしよし、特別ボーラスをやろう。しっかり働いてくれれば金などどんどんやるからな。こんなセリフ一度は言ってみたいですね。お、偽札ゲットですね。ちょっと偽札使ってみますか。ゴンゲンは偽札を使った。ヒーローでありながら偽札を知っていて使おうとしてはいけません。はい。セリフに怒られてしまいました。ちょっとジョニーのところに行ってみますかね。ジョニー、偽札もらってきましたよ。あれ？ん？今回はダジャレじゃないですね。もういいのかな？もうゴンゲンマンに変身していいのかな？道具コマンドで変装セットを使うと変装が解けますと。じゃあ、元の姿に戻って変身。これで銭稼警部のところに行けばいいのかな？賞金稼ぎ10？ あ、違う、パンチか。普通にパンチ打ってくる人だったらば、まあほぼ安全ですね。64号とか。じゃあダハネ、ダハネに向かいますか。あれ、あ、いいのか。ダハネ。回線ローンとかは特に今回は出てこないのかな。警察。お、特に何もなかったか。あれ、ここ何でしたっけ。あ、デパートか。ここでなんか新しいもん売ってますかね。ここ入ってないですよね、確か。ちょっとね、売り場を覗いてきましょう。買う。お、あ、単一電池は売ってるんですね。飲んでる口蹄疫はやっぱりマカタのコンビニに行かないとないんですかね。まあ一応3階もね、行ってみますか。多分レストランだと思うんですが、
やはり。うん。本当にどこもかしくも、このレストラン街は暇っていうかね、お客さんがあんまりいないですね。みんなあれですかね、ペンギン食堂とかで食ってんですかね。ピーマン丼とかね。じゃあ警察に偽札を持っていきましょう。ゼニカセ警部ですね。何階でしたっけ ?3 階かな?よし。ゼニカセ警部は、この人。でしたっけ?ですね。わしは警察のゼニカセ警部だ。おう、偽札を手に入れたのか。持ってきましたよ。あれ?それをジェイクカンパニーの社長の目の前に突き出せば、ヤッコさん驚くぞ。あ、そう。そういうこと。なんだ。特にゼニカセ警部には会わなくてもよかったのかな。しまったな。ちょっともう一回ね、元社員のところに行ってみたいなと思ったんですけど、特にセリフ変わんなかったですね。じゃあ、また、ジェイクカンパニーに行きましょうかね。その場で偽札を使えば、この仕事は完了したのかな。まあ、いっか。物理場。ジェイクカンパニーは一番下の2番目。バッテリーは残り29か。じゃあとりあえずね、ジェイクカンパニーの社長に偽札をね、突き出してみますか。います？いた。偽札を使うですね。ゴンゲンは偽札を使った。社長は驚いた。なんでお前がそれを。そうか。さっきの社員はお前の変装だったのか。今頃気づいたか。つまり私の悪行はすっかりバレてしまったのだな。本当にすまない。堪忍してくれ。それはできないな。知っての通り、私は平社員の給料をすべて偽札で渡していた。奴らはたくさん金がもらえるから張り切って働き、会社の売り上げは上がる。うん。しかも会社が払う給料は偽札なので、人件費はゼロ。まさに一石二鳥とはこのことだ。開き直りですね、今度は。だがな、この方法を最初に思いついたのは私ではない。何?どういうことだ?くどい出版という会社を知ってるか?くどい出版。うん、聞いたことありますね。うちはそこのグッズリバー支店の支店長から偽札を 回してもらっていたんだ。ん?くどい出版の支店の支店長?から偽札を回してもらった。おう。あそこの会社も偽札を使って会社を大きくしたんだ。なるほど。わしは警察のゼニカセ警部だ。なるほど。そういうことだったのか。つまり、くどい出版が偽札を刷って、それをこの会社でも使っていたっていうことなんですかね。おう、ゼニカセ警部登場。ここの社員の一人が電話で警察に連絡してくれたのだ。ジョニーですかね。ジェイクカンパニーだけでなく、
くどい出版まで絡んでるとはな。ゴンゲンマンご苦労だったな。とりあえず報酬の3000ゴールドを払おうぞ。ところでどうだ？ん？ここって首を突っ込んだんだから、くどい出版の方も君が調べてくれないか？うん、やりましょう。乗りかかった船なんでね。追加料金としてもう3000ゴールド払うぞ。くどい出版グッズリバー支店はここのすぐ近くにあるはずだ。よし、じゃあね、悪の根を断ちに行きますか。くどい出版グッズリバー支店。じゃあ電池をねちょっと使いましょう。くどい出版はどこ？ここかな？違うのかな？こう、こいつは体力が高いぞ。よっ、よし。ふう。くどい出版はどこ？ん？どこだ？あれ？ここじゃない。そっか、受付で普通に聞けばよかったのか。もう忙しいな。結構このね、途中にある電話ボックスが邪魔なんですよね。強い強い。よし。ふう。こっち？お、黒い出版だ。最初からここに来ればよかったですね。しまったな。じゃあ3階かな。社長室ですからね。お、それっぽいのがいたぞ。支店長は奥の部屋にいらっしゃいます。そっか、社長じゃないか、支店長ですね。お前か。偽札？何かの間違いでしょう。名誉毀損で訴えますよ。ん？どういうことだ？ちょっと変装を変装してみますか。何でしょうか？何かご用ですか？見かけない人ですね。入社希望なら1階の受付に行ってくださいよと。こういうことか。なるほど。じゃあ1階で普通に入社できるのかな、こんなんで。普通はね、なんか書類審査とか面接とかねやってようやくね会社に入れるわけなんですが。入社希望の方ですか？はい。左の会議室でお待ちください。うん。やっぱり面接はあるんですね。あ、ここは自動ですね。ここ上座だから座っちゃいけないんですけどね。まあ、いっか。どうも。どうもお待たせしました。まずは適性検査から始めます。全部で4問ありますから、はいかいいえで答えてください。わかりました。1問目、あなたは正直な人ですか？はい。2問目、あなたは正義感が強いですか？はい。3問目、愛と金なら愛を選びますか？ここは、いいえかな？いいえ。自分を善人だと思いますか？基本的には、いいえなんですけど、はいにしときますか。はい、ありがとうございました。あれ、あなたはちょっと我が社には向いてませんね。
残念ですがお引き取りください。あれ行っちゃいましたね。面接失敗したんですかね。もう一回面接できます？残念でしたね。また受けてくださいと。はい。というわけでね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい。それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。